ご了承ありがとうございます。ん？お客様ちょっといいですか？お客様聞こえてますよね？なんだよ、急いでんだよ。改札を出るときに人を認知するための黒いセンサーを本で隠してすり抜けましたよね。あ、切符通したし、ふざけんなよ。改札機のデータも残っていますし、防犯カメラもありますよ。それに見たのは僕だけじゃありませんよ。あ、払うよ、これ藤枝だから。まあ落ち着いてください。しっかりと罰金を請求いたしますので。急いでんだよ、早くしろよ。急いでる方はこんなことしないんですよ。はぁ、あ、兄貴、冬休みは俺長野にずっとおるで、よかったら俺の定期使っていいで。あ、そうなの、使わせてもらうわ。ちょっとお客様、何ですか？お客様は学生さんですか？いや、社会人です。そうですか、今使われている定期券が通学定期券だと思うんですけど、お客様のですか？いや、弟のですね。弟さんのですね。ですと不正乗車になります。え、どういうことですか？定期券は、まあ、免許証のようなもんです。名前を記されているご本人しかその効力は使えません。そうだったんですね。本来ですと罰金を含めまして数十万円の請求になりますが、わざとじゃなさそうなので通常の運賃をいただきます。ああ、助かります、ありがとうございます。弟さんにもよろしくお伝えください。はい、マジでぶっ飛ばしておきます。あいつのせいで。仲良くね。あ、駅員さん、電車が15分遅れてました。こちら遅延証明書です。あ、ありがとうございます。薩長同盟を仲介した土佐藩の人物、これは誰でしょうか？失礼します。雨宮さん、寝坊ですか？電車の遅れで遅くなりました。本当ですかね。何線ですか？名鉄です。ああ、信号トラブルで15分の遅れってなってますね。遅延証明書はありますか？あ、これです。雨宮さんからは前も遅延証明書もらってますよね。ああ、前は大雨ですね。コピーをしてる可能性もありますよね。そんなことしないですよ。照らし合わせてみますね。どんだけ信じてないんですか。大丈夫ですね。じゃあついでにこの問題解いていってください。勝海舟？坂本龍馬です。じゃあ今日は雨宮くん居残りしてってくださいね。うわ、最悪。学生は勉強が一番ですよ。きつー。ご了承ありがとうございます。あ、山田さん、もう券売機の電源切っちゃっていいですかね？まあ、もう来ないこと信じて切っちゃおっか。わかりました、切りますね。待て待て待て、お客さん来たよ。待て待て待て、切っちゃいましたよ。あれ、券売機使えないんですか？ちょっと確認しますね。はい。え、もう切っちゃった。切っちゃいましたよ、どうします？また起動させたら締め切りずれるだろ。そうなんですよね。うん、よし、そのまま行かせよう。それでいいんですか？後で面倒いだろ、行かせちゃえばいいんだよ。助かります。お客様、お待たせいたしました。今ちょっと券売機が壊れていまして、降りる駅でそのまま生産してください。それでいいんですか？はい、大丈夫です。どうされました？あ、俺のサンダルがエスカレーターに挟まれちゃって止まっちゃったんすよ。なるほど、怪我はないですか？はい、大丈夫です。他に怪我をされたお客様はいないですか？急に止まったのでこけたんですけど、その時にちょっと。ですと頭なので念のため救急車をお呼びしますね。お客様、ちょっと待ってください。なんすか？あとはお願いしますよ。お客様、なぜサンダルが挟まったんですか？ちょっとぼーっとしてたんで。スマホをいじってて足元を見ていなかったんですよね。いや、違いますよ。防犯カメラで確認しますよ。いじってよ、俺、よくないですか？そんなに大事じゃなかったんで。甘く考えんなよ。海外ではよ、足元を引き込まれて死んじまった人だっているんだぞ。ちゃんと足元を見ろ。はい、わかりました。すいません、車掌さん、ふっと押されましたか？あそこの席のおじさんたちがマスクもせずに大声で話しながらお酒飲んでるんですよ。あ、かしこまりました。あそこの居酒屋の姉ちゃん可愛かったな。俺もあと20年若かったらいけたんだけどな。すいません、お客様、マスクをしてもらってもいいですか？え、マスクしてたら酒が飲めねえじゃねえかよ。ではせめてお話をするときだけでもマスクをしてもらっていいですか？細かいやつだな。分かった、あっち行けよ。他のお客様も迷惑していますのでお願いしますね。はいはい、これからします、します、マスクします。はい、マスクをしました。ふざけないでください。まだ油断できない時期ですので、せめてマスクだけはしてください。そんなことはな、お前よりよくわかってんだよ。次で降りるから黙ってろよ。バチ当たれ。お客様、終点です、起きてください。あ、すいません、寝ちゃってた。スマホ落ちてますよ。あ、すいません。うわ、ずっとネタフリ見てたから電源切れてる。駅員さん。はい、何ですか？僕、モバイルスイカで乗ったんですけど、電源切れちゃったんですよ。なるほど。お客様、iPhone ですか？そうですね。なら、いけると思いますよ。え？でも、電源切れちゃってるんですよ。充電してくださいっていう表示が出てますよね。ああ、はい。それが表示されてるようだったら、まだ予備のバッテリーが残ってるんですよ。
なので改札でタッチで行けちゃいますよ。そうだったんですね。じゃあこれからも電車でネトフリ見まくっちゃいます。ギリギリで生きてますね。すいません、金さん。はい、どうされました？遅延証ください。遅延証ですね。今スマホでも出てくるので、わざわざここ来なくても大丈夫ですよ。あ、そうなんですね。はい、では CO2、 この化学式がわかる人いますか？すいません、遅れました。大川さん、遅刻ですか？あ、電車が遅れてて、これでお願いします。ふざけてるんですか？遅延証はないんですか？今スマホで発行できるんですよ。断じて許しません。何でもかんでもスマホだのパソコンだの。いや、先生が遅れてるだけですよ。大川さんは先生を見下していますね。今日の授業は欠席扱いです。むちゃくちゃですよ。次からちゃんと紙でもらってきてください。なんなの？ちょっと池井さん、どうされましたか？今 IC カードで来たんですけど、切符で来た友達より高かったんですけど。あー、おいくらでしたか？144円です。なるほど。友達は140円ですよ。普通 IC カードの方が安いはずですよね。それが区間によって切符の方が安い区間もあるんですよ。そんなんだったら僕も切符で来ましたよ。返金してください。ではお客様、今まで IC カードで切符より安かった分は返してくださいよ。うん、行ってきます。すいません、金さん。はい、どうされましたか？今の新幹線で浜松で降りるはずだったんですけど、寝過ごしちゃったんですよ。そうですか。もう終電が出ちゃったので今日は帰れないですね。そうですか。じゃあタクシーで帰ります。あ、お客様、ちなみに今日帰らないとですか？え？いや、なんでですか？一応、明日の始発の新幹線でしたら、新しい切符を買わずに、このまま帰ってもらって大丈夫ですよ。タクシー代をホテル代に当てて、今日はゆっくり過ごしたらどうでしょうか？え？そんなことできるんですか？僕が切符に証明しておきますので、大丈夫ですよ。え、嬉しいです。ここからだとタクシー代も結構かかるので、助かります。それじゃ、お気をつけて。ちょっと、イギンさん。はい、どうされましたか？さっき電車乗ってきたんだけどさ、座席が熱すぎて俺のチョコが溶けちまったよ。どうしてくれんだよ。申し訳ございません。座席の方が細かい温度調整が難しくてですね。でもチョコが溶けちまうぐらい熱いってどうなってんだよ。一応車掌が電源を切ったりと調整はしてるんですけど。まったく、こんな寒い時期にチョコが溶けちまうなんて思ってもなかったよ。申し訳ありません。次から車内にチョコが溶けないための冷蔵庫設置しとけよ。ちょっとそれは難しいですね。もういいわ、新しいチョコ買ってくるからこれやるよ。おお、ちょこっと嬉しい。ご乗車ありがとうございます。切符の拝見をいたします。お手元にご用意をお願いいたします。あ、お願いします。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。あ、お願いします。ありがとうございます。てん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 、まもなく豊橋、豊橋でございます。望み通過します。弁当うまいっすよね。